前回のハードライン。警察だ、下がれ。ドラは確認したのか。おい、俺は手錠をかけてた。やはりはあんたの役目だろ。早く行け。だぞ、逃げても無駄だ。いざ、やつを止めるぞ。お前には黙秘権がある。銃撃戦の末、容疑者5名が死亡、1名が拘束されました。マイアミでは麻薬絡みの銃撃事件が今週4件発生しています。スカイファイブでは捜査担当のジュリアン・ドーズ警部に独占取材しました。現場から中継です。現在も捜査中です。ノーコメントですか。私は現在も捜査中と発表した。つまりノーコメントではない。他の連中はどこだ。捜査ですよ。ニュースで見ましたが、80年代の麻薬戦争です。白いスーツでも着るかな。下はピンクの T シャツか。ストダード、お前は特別任務だ。メンドーサ刑事、ダオ刑事、オフィスに。挨拶は済ませたか。ええ、まあ。よし、お前たちを組ませる。座れ。面倒さ、君は大量のコカインを押収した。おめでとう。ドラッグにスタンプが押されている理由はわかるか。正規の流通ルートのものだと保証するためでしょう。そうだ。押収したコカインのスタンプは初めて見た。逮捕者によれば下ろしたのはタイソン・ラッチフォード。そいつはダオ刑事といざこざがあった男のようだが、彼に事情を聞きたい。警部、面倒さ刑事のやり方は言いたくはありませんが乱暴すぎます。なら大丈夫だ。きっと馬が合うはずだ。行っていいぞ。言っておくが、ホテルで指揮してたのはストダードだ。でしょうね。言い訳にならないけど。言い訳じゃなくて事実だ。タイソン・ラッチフォードは何者だ。高純度のコカインを扱ってる。あなたが捕まえた連中とは比較にならない。でも時々昔の仲間にも配ってるらしい。そいつらを探そう。私もそう思ってたとこ。それで今夜は無茶はなしよ。これはもう戦争だわ。分かってるさ。この半年で友人が二人も殺された。パトロール中だった。ええ、私も聞いた。ショックね。ああ、今のマイアミは戦場よ。ああ、だからこそ俺たちが必要とされているんだ。ストダードが言った通りね。なんだって。警官の仕事が好きだって。兄さん、窓が汚れてる。綺麗にするよ。おい、勝手に掃除するな。ちょっと勘弁して。おい、オッケー。はいはい、じゃあそうだ。ねえ、ちょっとコートルでどうです。ねえ、ほらあれだよ。あのさ、俺の投資ってやつ。悪いな、勤務中だ。オッケー、オッケー。刑事さんは俺たちのために働いてる。気をつけて。バカ野郎。知ってるか、ここからさほど遠くない場所で育った。そうなの。なら大した出世ね。当ててみよう。出身はサウスビーチだな。冗談はやめて。ロスよ、オレンジカントリー。ああ、なら出世の逆か。そうね、そんな感じよ。なんなんだ麻薬の取り締まりも。勝手に入ってきてんだよ。ちゃんと要件は満たしてる。あんたの許可はいらない。そうかよ。ねえガズマン、それは誰。ハグズの野郎だ。この野郎、ホットショットを2台に山ほど積んでやがった。ハグズ、友達のタップはどこ。そんなの知らねえよ。タップを探してるとか。ああ、知り合いか。いや、けど仲間のブリックスが他の連中と一緒に12番ストリートにいた。ありがとうガズマン、助かったわ。お見事だ刑事。くそったれ、開けろ。俺の家だぞ。あれは勝手に送られてくるんだ。育ったのはこのマイアミでも生まれは別。そうでしょ。生まれたのはハバナだ。本当？キューバを出たの？母親に連れられて。タフな人さ。お父さんの方は？せやな。
長いこと会ってない。20年か。父親から逃げるのが目的だった。キューバにいるのね。思うに、もう死んでるかもな。俺はそれでも構わない。素晴らしい人物だったようね。いや、そうだな、その通りだ。保護命令は出してくれなかったわ。配達証明書がないからって。けど、あのクソ野郎の住所もわからないのに、どうやって配達証明書なんだ。くそ、ふざけんな。一体何、どうしたの。大丈夫ですか。蓋が合わない。じゃあまた。くたばれ。応援を呼んだ方がいいかしら。ああ、CP ならスワット送り込む。ねえ、車だとここの連中が警戒する。13号車、車を降りる。了解、13号車。市がこの区画を閉鎖したから、出入り口は一つよ。ああ、格差を生み出す最低の政策だ。探してる男はいつもこの辺りをうろついてる。まあけどしばらく来てない。案内は任せる。くそ、揉め事はごめんだぜ、おまわりさん。トーマス、ポケットを調べられたら困るでしょ。くそったれ。ルーベ、こいつをしつけて。バッグにしまって。俺、バッグなんか持ってねえ。おは何もねえよ。革のバッグ、紙のバッグ、ビニールバッグ。そう。じゃあな。でかに乾杯。バイバイ。デートでもあんのか。こんだけ時間をかけ。よし、ブリックスよ。デートの気をつけて面倒さ。何をするかわからない。チェイスは時間をかけるもんだ。お前、チェッカーが。うっせえな、早くしろっての。早くしねえと、あの役中野郎ども呼ぶぞ。覚えてるか、あのメキシコ人のスーツ野郎どもだ。おっかねえぞ。斧を持った野郎か。早く動かさねえと、連中を呼んで、お前をぶちのめしてもらうぞ。そいつはどうかな。ふざけんじゃねえよ。やれよ。奴らがあのデカにやられたなんてのは嘘に決まってる。あるわけねえ。嘘くさい話だぞ。てめえをボコボコにしてもらうぜ。いいか。逆に俺がぶちのめしてケツに斧を叩き込んでやる。分かったからさっさと動かしてくれ。あなたが言って、私は顔を知られてる。なあ、できるって言ったろ。いつもと同じ。余裕だっての楽勝だぜ。わかるか。わかるだろ。ああ、わかんねえだ。だろ。どっちもわかってねえ。ああ、そうだ。よし、いくつか当ててやるぜ。ショックを与えたかねえんだがな。ショックを与えたかねえ。動くな。おい、なんか用か。警察だ。
きたいことがある。なあ刑事さん、こいつは新しいパートナーよ。悪い刑事と最悪の刑事の役。タップはどこにいる？言うわけねえだろ。最悪の刑事がいいみたいね。ニック、取り押さえて。早くして、時間がもったいない。タップの居場所を話せ、それで用は済む。この暴力警官野郎が。奴はカウチのところだ。それで十分よ。行きましょう。このままで済むと思うなよ。法律は知ってんだ。おい、このまま放っておくのか。本当に良かったのか。いいえ、けど奴は前に潜入捜査官を殺そうとしたろくでなし。行くわよ。タップのカウチはアルコラ団地。いなくなる前に急ぐわ。なあ、まずい。あれはタップの仲間よ。こっちのことバレたくない。来て。待って、ダメ。来て、こっちよ。このことは秘密にしてね、パートナー。何かあったのか？いいわ。OK、来て。任せろ。カイ、通れ。ありがとう。そう、最初に乱暴とか言って悪かったわ。ひどかったように聞こえたから。あなたは悪くなかった。君から見てストダードはどうなんだ？俺が組んだ時間は短かった。頭の中まで筋肉。何でも力で解決できると思ってる。いい、ここはタップの島よ。誰かに見られたら彼に知らされるわ。見つからないようにして。分かった。守りができてないってことだな。何言ってんだ、ちゃんと守ってる。ちゃんと守ってるならどうしてこっちが勝つんだ。バカにすんな。本気を出してないだけに決まってる。なんですぐにそうやって切れるんだ。見てろよ、次は勝つ。黙って勝負しろ。ほら見ろ、それでそっちの20がこっちの20だ。それどころか50になるぞ。まだやるか。ふさがれてる。あいつの気をそらして。いいわ。何か壊れたか。ダリル、上から何か落ちたみたいだ。エアコンが壊れたら私は妹の家に行くわ。壊れたなら俺が直す。掃除機の時も猫の時もそう言ったでしょ。タップはこの先よ。けどあの二人のどちらかを片付けずにこの先に行くのは無理だ。うまく引き離せる。やばい、しまった。任せてくれ。何を言ってる。こいつはゲームだ。なおもゲームだ。なおしも取ってるのに誰もいない。一徳が騙されてるんだよ。だからだよ、ボロ儲けだよ。なら思い出せ。タップより刑事臭い野郎はねえだろ。奴は儲けにならなきゃコーラ一瓶もおごらないぜ。そりゃ本当だ。じゃあどうなってる。今の状況はちゃんと分かってるか。銃がぶっ放されて警官も死んでる。マイアミは戦場なんだよ。カルテルが出てきたって話だ。マジか。マジだね。もしそのカルテルのやべえ連中が押しかけてきたらだ、俺付き合う気はねえ。抜けるぜ。
アップが自分で何とかすりゃいい。あーそう、お前に賛成だぜ。静かにしろ、何か嫌がるぜ。こんばんは、タップ。逃げないで、後悔するわよ。タイソンを探してるの。あんた新しいパートナーか。彼女に空手は見せてもらったか。クラブマガよ、空手なんて伝説。あんたイカれてんな。タップとタイソンは長い付き合い。マイノリティの街に入り浸る白人仲間、タップはずっと。よし、立て。手は頭の上。タップ、タイソンはどこ？教えて。どいつもタイソンを探してる。ニュースは見たろ。奴は身を隠してる。今のところ生きてられる確率があんまり高くないからな。ああ、だからお前なら何か知っていると思ってきた。付き合う義理はねえ、俺には。ニック、逮捕して。どうするのかと思ってた。あっ、奴は手錠で興奮する変態ばっかだ。最初だけだ、すぐに慣れて飽きる。タップ、おい、なんだよこれは。あ、そいつは人からもらったんだよ。あ、手配中なのは分かってる。どこかにコカインを隠してるのもだ。さっき逃げた子供、そいつが今頃コカインを運んでるんだろう。主犯というにはあの子供はまだ若すぎる。となるとお前を麻薬の所持で引っ張る、それしかない。あ、俺に何をさせたいんだ。ねえ、ちゃんと聞こえる？ああ、聞こえる。マイクの方は？なんか言って。裏切り者はクソだ。一つ言っておく、お前は別に裏切りを犯すわけじゃない。歩いて行ってタイソンがいるか確かめて出てくる。そりゃ簡単だ。なら俺の代わりにあんたが行け。ニック、スキャナーでタップを。スキャナーは地方と連邦の全データベースに接続されてる。情報の海へようこそ。タップがバカなことをしないか、スキャナーで。まあ、まあ、タイソンを探しに来たんだろ。タイソンはあいつを結束べきだぜ、役中野郎が。ああ、言ったこっちゃね。いや、あんたらタイソンを知らないか。タイソン、難しい質問だな。いいだろう、仲間なんだ、教えろ。相棒、さっさと帰れ。タイソンを探してんだって。落ち着け、興奮するのはよせ、ブラザー。おい、いい、行かせろ、いいから行かせろ、入れてやれ。よし、成功。タップ、頼むわよ、タイソン見つけて。どれも見たことない顔だ。スキャナーに集中して、連中が誰か確認する。これ、あの、それは指向性マイクも装備してる。周囲をスキャンして音を拾ってみて。あー、トルタ。トルタはいいぜ。もう随分食ってねえな。まず屋台で焼いてるから。なあ、おい、今日は雰囲気がやべえぞ。タイソンはいるのか。これから話す。了解だ。ブロックされた。いいぞ。そう、それだ。さあ、ボールを取るんだ。今のはよかった。意味ねえ、商売の基本だぜ。なあ、てめえは島を広げて。なら出てけよ。他の奴らのとこにいる。出てけ。タイソンはこの先だ。5分だけだぞ。ランに切るぜ。
タップ、ここで何してる？タイソンよ、スキャンして、証拠になる。くそ、タイソンが隠れてる。別にいつも通りだぜ。動くのを待つ。俺を探すのはやめろ、今は危険だ。タイソン、ちょっとでいい、頼む。分かった、座れ、何があるか見てやる。問題ない、OK だ。ちょっと待って、何が起きたの？分からない。で、どうすればいい？連中をできるだけ多くスキャンして。ああ、くそ！狙いはタイソンだ！彼を確保して、早く！ CP、こちら13号車、銃撃を受けた。これより応戦する。3と33の交差点で銃撃の通報あり。全ユニット注意。行くわよ！こっちでカバーしてるわ。そいつらを逮捕して。フレアスから雇ったって聞いたぜ。フレアス？フレアスから兵隊を連れてきたって？せいぜいアトランタだろ。国境を越えるとは思えねえ。けどいつものネルズの連中と違う。連中にバッジを見せた。援護するわ。アトランタから来たやつは見たことないだけだろ。止まれ！銃をぶっ放してる連中、あいつらは誰だ？知らねえって。街中で売人を襲ってるイカれた連中だよ。やって、ニック、手錠をかけて。サツのクソが！かい！カバーするわ。見たことがある顔ね。スキャンして手配されてないか確かめて。近くに容疑者、手配中よ。やっぱり手配被疑者ね。手錠かけて、点が稼げる。言った通りだな、タップの野郎つけたら当たりだった。ああ、全員やった。タイソンがいるかチェックしてる。ホットショットは見つかる限り集めた。数は後で数える。いいな、また後で。手を上げろ。上げるんだ。言う通りにする。CP、回収を頼む。動くな！警察！おい、なんだ！Thank you.
行きましょう。タイソンにまだ追いつかないのか。Self-made American muscle, horsepower and hustle. When you're classic, they all love you. So hard to be subtle. I'm like a 49 Mercury and white wall tires. I see the world through my rear view. Pockets my ghost ride. Life goes up and down like six flows. Got too much to live for. Skimmers and them suicide goes. On the interstate of life, I'm just riding to the wheel. Hey, watch me fall. I'm gonna kill you. Come on, let's go. I'll let なぜ？スキャンしてタイソンにつながる証拠がないか確認して。OK よ。タイソン、几帳面な性格があだになったな。分かってないわね。その調子よ。スキャナーが鳴ったら証拠が近くにあるわ。ストダードを見張ってるのか。きっとスター気分が味わえる。タイソンがいたのか。どうしたの。こいつは誰も幸せにしない。タイソンのマーク、彼のコカインだわ。タイソン・ラッチフォード、この新しい友人がホットショットと名付けたコカイン水溶液を使ってマイアミのストリートをコカイン漬けにした張本人だ。効果を聞いた話だが、ホットショットは揺り戻しの少ないシャープな効き目で人気を伸ばしている。この証拠があれば、奴を十分に大陪審に送り込める。それまで生きていればの話だな。カイ、見ろ。タイソンはいなかった。ビデオチャットだ。くそ。接続できそう。はあ、マジか。雑につけられたな。だろ。奴らが狙ってたクソ野郎はお前だ。あら、タイソン。クソ、最悪だな。タップは消えたぞ。仲間は皆殺しだ。クソ、まあ俺の仲間じゃない。時々ブツを融通してやってただけだ。誰に狙われてるの。そいつが分かってりゃ苦労するわけないだろ。居場所を教えろ。守ってやる。さあ、それはどうかね。タイソン、クソ、どうなった。急がないとタイソンが殺される。 CP、こちら13号車、接続先の IP をトレースして。13号車、了解。あ、トレース実行中。数分待ってくれ。了解、行きましょう。数分じゃ終わらないわ。タイソンの行動はつかめたが、居場所がわからないということ。
ったやつを見つけろ。クソ、面倒さ、早く出ましょう。どうだ、使われるとヤバいぞ。おい、数が増える前に行くぞ。動くなよ。おい、誰だ。そいつはいい質問だ。絶対いいか、うん、お前が交渉して片付けるぞ、うん、その時は必ず追加の払いを交渉しろ。それと着ているものは絶対に汚れる。だからいらない服を着て終わったらさっさと捨てしまうんだ。殺されたやつってのは漏らすもんか。そうだ、どいつもだ。まだが、でかい騒ぎになるような仕事なら最後はずらかることになる。それなら片付けはいらない。ちょうど今日の仕事みたいな。ならなんで今すぐここからずらからないんだ。仕事が残ってる。俺から離れるなよ。しっかり注意してみる。止まれ。おい、手を挙げろ。おい、何なんだ。カバーするわ。銃撃発生。急いで入って。ラオ君、 IP から場所が分かったわ。助かるわ、情報送って。お友達のタイソンはきっと気づいてないぞ。ヘリで偵察を要請するわ。で、突入したら奴を確保して脱出だ。手を貸して、面倒さ。捜査令状なしじゃまずい。言うこと聞いて。お前はその手の法律に詳しそうだな。逮捕しに来たわけじゃない。今すぐここを出る。荷物取ってくる。おい、それで一体何がどうなっているんだ。俺はここで毎日毎日帳簿と格闘してんだ。ストリートで稼ぐのはとっくに卒業した。最近抗争が激化したが、俺はまずい側についてたらしい。分かるのはそれだけ。どこか別の場所で。はい。くそ。撃たれた。ああ、どうなる。くそ。よし、抑えてる。どうだ。ああ、分かってる。我慢しろ。お前たちに用はない。ニク、俺がついてる。ふざけるな。アイソンへ。警察官。ダッ。ダッ。しっかりしろ。
攻めろ。銃を下ろせ。アラバイになるんだ。警官だ、警官だ。一人撃たれた。動脈をやられたみたい。よし、出血が少なくてよかった。手を上げろ、早く。はいはい、どうも。刑事、ご存知ですか。ああ、彼か。帳簿担当の男らしい。次回のハードライン。お膳立てを台無しにしたのはそっちだと伝えろ。問題でもあるかしら。今のは何だ。